さあ、エルシアやりましょう。前回は、何やったんだっけ一週間前に撮影したから覚えてないわ。あれ、でも編集したのはつい一昨日ぐらい。あれ、なんで編集した内容覚えてないんだろうおかしいな、どこ見てたんだろう。まあいいでしょ、やりましょう。あー、なんかいろいろ手をつけなきゃいけないところがね、とりあえず手をつけていきます。ありがとうございますね。売上高300億円達成しました。一回時止めて、まずここの車庫なんかどう見ても邪魔なんで消し去りましょう。バイバイ。ここの電車はこれが通ってるってことだよね。今何の電車通ってるんだっけ、確認しましょう。これがこの本線のところ。これは何、あ、横棒のやつか。これなんだこれいらんやろこれ。どうしよっかな、これと。あー、そういうルート。待って、運行計画でなんでそこで折り返してんねん。あー、そうなってんのか。じゃあいっぱいいらんじゃないんじゃない、費用になっちゃうもんね。じゃあここは色で同じ赤にしとこっかな。まあこれでいいでしょう。ここら辺はちょっと線路が邪魔なんでもう撤去しちゃいますね。まあこんな感じでこっちも含めて整備しておきました。もう土地はとりあえず売っときました。これ何、車庫だって。へえ、車庫なんてあるんだ。でもいらないわ。どん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 ね。今回は商業と住宅の比率が重要なので、土地っていうのが必要になりますね。なので、もう、どん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 いらんものはぶっ潰していくつもりであります。あとは、ここ。ここもなんか、何も通ってないのに、3編成になってたんで、消しちゃいました。これでいいかな。駅前はなんか建物を建てておきたいな。資金5億円か。もうちょっと必要なんだけど。今、マックスで銀行いくら借りる ?179 億か。まあ、借りちゃっていいかな。150億ぐらい。で、あと、ここの地下になぜか資材がいっぱい溜まってるんですよね。どう見てもいらないんで、これは全部売り払っちゃっていいでしょう。なんでこんなところに溜め込んでんでしょうかね。へそくり?いや、そんなへそくり売りつぶしてやる。でもこれは離婚騒動になっちゃうね。これでいいのかな。で、お金があるんで、待って、先プラン、あ、プランできないんだった。あと7日で開通しますね。新駅と、新駅2つぐらいにしよっかな。ここを改築するか。あ、でも先にここが、バスも通らせてるから、やっちゃうか。あと、ここら辺に一駅欲しかったんですよね。こんな感じ。初期投資として資材大丈夫かな。とりあえず簡単に建物なんか建てておこうか。何がいいかな。デパートとかがやっぱりいいのかな。デパートは、あ、これホテル。E は16億円なんだって。へえ、結構いいね。これ、このぐらいのサイズが16億円とかで建てられるんだらね、大富豪の人たちいっぱい建てればいいのね。めっちゃ稼げそうじゃん。でも立地良くないって、なんだろう。不景気なのかな?こっちは?ここはなかなかいいだって。あとは、稼ぎたいから、観覧車を建てておこう。ここら辺は土地広いからさ、B でも良くない?あ、でも、まあまあだって。駅前は?あ、かなりだって。駅前は、あと、温泉宿も建てたいな。意外と温泉宿ってね、お金稼げるんですよ。B。まあ、あんまで動画に出てこないけど、結構ちょくちょく建ててます。この B はどう?あ、なかなか、近くにこれがあるからか。立地はいまいちですが、これから良くなっていくって思えばいいかな。じゃあ次はどうしましょう。ここら辺はまあ発展はそんな感じ。道路か、道路を伸ばしましょう。お、新幹線が、接続が行われますね。どうも、DS 不動産上場の件なんですがね、話がなくなったみたいなんですよ。というわけで、また今度お願いします。逃げたわよね。道路の方は、
まあ、売り上げの方は特には気にしてないです。とりあえず、道路を伸ばして、町の発展を促進、最速、促進してるぐらいの気持ちでやってるんで。ただいま、道路、100キロ達成しました。で、こっちのバスの設定ですね、今度は。間違えてこっち行かないように、ここは道路を潰しておきます。こっちは資材は、まだか。こちらへんなかなか資材来ないね。建物ラッシュが起きてるのかしら。こっちの、ただの電車の方もさ、一応、貨物船にしちゃおっかな。そうした方がさ、早く、建物の立つよね。あれ、どっちだったっけ？こっちかな。で、これは一回撤去して。これで休みましょう。微妙かな。もうちょっと進んでくれると思ったんだけど。まあいいでしょう。じゃあ次は上になります。新幹線の方ですね。新幹線の方が、こういう牧場が邪魔をしてて、進まないため、撤去する必要があります。いくらかかるかわかりませんが、相当な数やらなきゃいけないみたいですね。まず年間売上高400億円達成しました。あとさ、こっちの電車の方の運行も確認しましょう。ちゃんとやってるかな？一応 OK かな。だけどなかなか資材が届いてくれないね。駅はここか。満タンだよね、資材。ございます。年間子会社利益10億円達成しました。おかしいね、こっちに資材が届かない。一体何をしてんだろう。ちょっと追ってみましょう。どうやらそっち行ってる時には落ちてる。電車が止まるの早いんだね。24時間にしてるのか。どっかもしかして時間かかってんのかな。発車条件特に関係はないか。なんですかね、なんか異常になんか止まったりしてるような感じますが、ちょっと困ったな。あ、こっちも止まってるね。これはもう土地売却しちゃっていいでしょう。ここはもうちょっと伸ばしてもいいかな。ここでなんか分けたりとかしたら良さそう。ここから先はどうなってんだっけ。そこが水辺になってんのか。ちょっとだけ伸ばせばここら辺工場建てられそう。ついでにここも伸ばして、まあ、こんな感じでしょうか。この間の投資信託の話、なかなかいいね。そうですか？心身疲弊というのが特に。でも、DS 不動産もありましたよ。それが DS 不動産は、不動産事業だけではなく、牧場経営化した和牛オーナー制度もやってるらしく、事業収入を分散することで A がダメでも B で稼ぐ、リスク分散の観点からも素晴らしい、見直したよ。うちの会社も鉄道関連事業だけではなく、異業種に参入して新たな収益基盤を作らなきゃいけないのかね。マンションや貸しビルではなく、宇宙開発とか。ああ。というわけで、本日は短めですが、ここで一旦終わります。ちょっと今の貨物電車がちょっと微妙な動きしてるんで、様子見ながらやっていきましょう。はい、ありがとうございました。おめでとうございますね。ネカの売上高500億円達成しました。